は、徳島県板野群板野町川端にある古墳。形状は、前方公園墳。徳島県指定史跡に指定されている。徳島県北東部、吉野川北岸において、平野を一望する尾根じに築造された古墳である。これまでに1961年に、関西大学による調査が実施されたほか、1993年に徳島大学による石室実測調査が、 2001年に徳島大学による噴球再調査が実施されている。噴球は前方五円形で前方部を北方に向ける。噴球は2段蓄成噴球長は63.8メートルを測り、徳島県では渋谷丸山古墳に次ぐ第2位の規模になる。噴球表面では吹石のほか埴輪片が検出されている。主体部の埋葬施設は、 公園部中央における縦穴式石室で、噴球主軸と直行する、東西方向を主軸とする。石室石材は、吉野川対岸から産出する結晶変岩の遺体種で、石室からは、銅属、鉄属、鉄拳片、炭鉱片、下玉、ガラス玉などが検出されている。築造時期は、古墳時代中期の4世紀末マイナス後、世紀初頭頃と推定される。 古墳域は1958年に徳島県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、所在地交通アクセス関連施設、周辺注釈出店。ありがとうございます。